エンゼルスは8日、日本時間9日、新監督に元レンジャーズ監督のロン・ワシントン氏が就任することを発表した。ワシントン氏は今期までブレーブスの三塁コーチを務めていた。2025年シーズンまでの2年契約となる。画像、大谷翔平の青色ユニは、すごく似合う、まさかの合成写真が海外では第71歳のワシントン氏は現役時代はツインズなどでプレー。 2007年からレンジャーズの監督に就任すると、2010年と2011年には2年連続でチームをワールドシリーズ進出に導いた。2012年にメジャー移籍したダルビッシュ有投手、ゲンパドレスを2014年シーズン途中まで指揮。2017年からはブレーブスの三塁コーチに就任し、2021年には26年ぶり4度目のワールドシリーズ制覇に貢献した。 エンゼルスは今季、8月以降大失速し73勝89敗の借金16で地区4位に沈んだ。フィルネビン監督は退任し、後任にワシントン氏のほか、元メッツ監督のバック賞オルター氏らが候補に上がっていた。オフには大谷翔平投手が自身初の FA になり、流出の可能性もあるが、チームの再建に期待がかかる。